加藤義明、加藤義明、加藤義明ら、義明は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将、大名、豊臣秀吉の子外衆で、静方家の七本槍、七将の一人、飯尾松山藩及び道の食合図藩初大藩主。通称は孫六、後に蟹と同じ様の助と改める。伊名の義明も後の名乗りで、はじめは、 重勝、重勝と名乗っていた。A66 年、1563年、三河国発軍、A 吉里、現、愛知県西尾市で、松平家康の家臣であった、加藤範明、岸三之城則明の長男として生まれた。生まれた年の三河一向一期で、父が一向一期勢に組みして、家康に背き、敗れて、流浪のみとなったため、吉明も放浪した。 流天の後に、大見国にいたり、父は、長浜城主、橋場秀吉に仕えて三百国をはみ、矢島郷に住んだ。吉昭は、馬の行商を手伝っていたが、幼少ながら優れた資質があるということで、加藤景康、加藤光康の、に見出され、秀吉に推挙された。秀吉はこれを影康の勇士として、これを機に、加藤生を名乗るようになったとも言う。 秀吉は、義明を、養子、橋場秀勝の故障として使えさせた。ところが、天正四年、1576年の張り混ぜ目において、義明は秀勝に、無断で従軍した。これが秀勝の養母である秀吉夫人、尾根の方に発覚し、植人前の主君を差し置いて、故障が植人を遂げようとするとは、何事かと激怒される。尾根の方は義明は、無来の者であるとして、 即刻放逐するように訴えたが、秀吉は、吉明の意欲を逆に評価して、陣中に留め置いただけでなく、三百国の淵を与えて、直進とすることにした。天正六年、1578年3月、秀吉軍に従って、三木城行為に参加して、初陣を飾り、4月の備中スク山の戦いでは、十五歳にして、初めて二つの支給を挙げた。三木合戦。 天正10年、1582年、本能寺の変で、織田信長が倒れると、中国大返しで戻った、秀吉の軍に、6月13日、山崎の戦いの直前に、吉秋も加わった。この功により山城国筆が村に300国の家造となった。さらに、織田江茂神の柴田勝家との間で行われた、静方家の戦いでは、福島正則、加藤清正、 脇坂や筋らと共に活躍。先行を挙げて一気に、六三千国を与えられ、静方家の七本槍の一人に数えられた。天正十二年、千五百八十四年、小牧、長久手の戦いと最下攻めに従軍。天正十三年、千五百八十五年三月、秀吉が関白になった際に、吉明も、十五位した、様之助を配慮し、以後は、 様之助と称した。同年6月の四国攻め、四国平定では、小早川高景の寄り木となり、伊予国の平定に参加。天正14年、1586年11月2日、その交渉で、吉明は、淡路国の綱、三原軍1万5千国に封じられて、大名となり、七条、四次城主となった。天正15年、1587年の、 九州征伐や天正十八年、1590年の小田原征伐などでは、淡路水軍を率いて参加。前者では、カイロから薩摩に入って川内川でとかを支援し、校舎でもカイロから下田城を襲撃して、包囲攻略するという功を挙げた。文禄元年、1592年、文禄の役では千名を率いて出征し、吉昭は船大将。 久喜義隆に次ぐ副将格として、淡路水軍を率いて伝戦。数多くの海戦を交え、立春新式の朝鮮水軍ともたびたび戦った。7月、安骨浦ろ戦で、吉光戦らしき者と初めて遭遇したのも、義隆と義明の両将で同時期にあった、関山東海戦で、脇坂やすが敗れたのにして、義明らは敵を撃退し、これを秀吉に称されて、 感情を受けている。文禄三年、1594年1月、小西行長都民の地に行との講和交渉が始まり、吉明諸将の一部は一時帰国した。2月、軍港により、淡路国内に1700国増封された。翌年7月には、伊予国正木、愛媛県正木町で増封され、合わせて6万国となった。 また別に倉入地四万国の管理も命じられた。このため七条を引き払い、伊予正城に移った。吉明は、家臣、足立重信に命じ、伊予川、彼にちなんで重信川と呼ばれるようになるの、河川改修をさせ、城の城下町も拡張させた。講和交渉は決立し、慶長二年、1597年3月、吉明も再び出征し、 慶長の役においては六番隊に属して千六百名、主に水軍を率いた。同年七月、元人氏率いる朝鮮水軍を壊滅させたうるし、川両海戦に参加して大戦果を挙げたが、領地も隣で功を争っていた。東道高虎には及ばず、以後はますます、不仲となった。八月、金州に進んで、南原城を落とし、う山城の戦いでは、命、 朝鮮軍の包囲で、加藤清正が、ウルサン城、和城に籠城して、食料の欠乏に苦しんだが、慶長三年、1598年1月、吉明も救援した軍の一員で、陸戦も行った。この春、秀吉に献上するための虎を買って送り、礼状を受けている。日本軍は戦勝していたものの士気は上がらず、4月、民の大軍が接近すると聞いた。 小西幸永ら諸将は、順天城より撤退することを主張したが、吉明が一人これに強く反対し、秀吉の最下を仰ぐことになった。秀吉は吉明を激賞して、幸長を叱責し、5月、吉明に3万7千国を加増して10万国取りの大名としただけでなく、主因上の文面で領地の都合がつけば、さらに国主大名に取り立てるつもりだと約束しいたが、 その八月に、秀吉が死去したため、これは果たされなかった。その後、徳川家康、前田利家ら大老の協議により撤収と決まって、吉明らも帰国した。秀吉亡き後、豊臣政権では吉明を含む、武漢派と五奉行の石田三成ら文治派が対立。慶長四年、1599年、両派の朝廷役だった、前田利家が死去し、 加藤清正、福島正則、黒田長政、細川忠興、浅野義長、池田輝政、加藤義明七将は、三つ成殺害を企てた事件を起こして、三つ成を沢山城秩序へと追い合った。武断派は、筆頭退路、徳川家康に従っていたので、慶長五年、前六百年、家康が、合図の上杉影勝の無本を主張して、討伐を命じると、 義明もこれに先方衆として従軍した。この間に三成らが挙兵。引き返してきた東軍、徳川方は、まず、美ノ国の岐阜城に殺到し、義明は大手七局口より攻め、福島正則らと共に、これを落とした。岐阜城の戦いまた義明は大垣城攻めにも参加している。関ヶ原の戦い本戦でも、石田三成の本隊と戦って、 武功を挙げた。他方、留守中の伊予正樹では、毛利輝元の家臣、獅子戸善左門、河野通樹と同一人物説あり及び浪人、村上武吉、村上家門、野島匠、曽根兵庫ら諸将が、兵2500を率いて進行してきたが、吉明の浪人、筑田重生が、兵200デミトで野衆して激破し、家門、匠、兵庫らを切った。水浜野衆さらに、 河野志山島の平岡全米の立てこもった、久米如来事業略。放棄した、一気勢の鎮圧には手こずったものの、関ヶ原の東軍勝利の知らせが届くと、毛利勢は撤退。一気勢も程なく鎮圧された。伊予方面。戦後、その功績により十万国の家蔵となった。吉明と高虎は共に、伊予で二十万国の大名となって並び立ち、領地も接して、 領域の確定しがたい山間部があった。吉明は、足立重信に石手川の河川改修を命じて、流れを変えて、これを重信川に合流させ、大きな地方を得ると、慶長6年、1601年、家康に、勝山城、後の松山城建築の許可を得て、翌年より吉明は、築城を開始し、城下町の整備も始めた。慶長8年、1603年、 吉明は本拠地を正木から勝山に移し、これを機に地名を松山と改名した。慶長11年1606年から同14年1609年にかけて江戸城集築、寸駿府城集築、篠山城追記、名古屋城造営など相次ぐ工事に所長と共に従事した。慶長19年1614年の大阪冬の陣では、 豊臣恩子の大名であったため義明は、江戸城留守居となり、着男、加藤明成が代わって出陣した。一方、慶長20年、1615年の大阪夏の陣では義明が出陣し、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の軍に従い、黒田長政と共に、秀忠軍左翼に陣を敷いて、戦い武功を挙げたが、この戦いの結果、豊臣氏は滅んだ。 元画五年、1619年、福島正則が女風海駅となったので、吉明は生息の身柄を預かるとともに、広島城の接収役も務めた。元画八年、1622年には、徳川家政子の家光の鎧揮発で、海蔵役を務める名誉を受けた。翌年、家光が三大将軍となると、十四位下に助された。寛永三年。 1626年には自重に任じられた。同年、小水野を天皇の二条上行行において、敬語役も務めた。官営四年、1627年、会津のガモウタダサトの騒動で、ガモ氏が元宝となって、伊予松山藩へ転じ、入れ替わりで、吉明が会津藩へ移法され、同時に43万5500国に加用され、本拠を若松城に移した。 もともと家光は幼少の合図に東道高虎を封じるつもりであったが、高虎が故事して、吉明を推薦した。高虎と吉明は日頃から不和であったが、高虎はそれは支持であり、国事として吉明が適任者であるとして推挙したという話を聞いて、両者はついに和解し、以後は水魚の交わりのごとくなったという。なお、三男、加藤明都氏は見張る三万国を賜り、 女性、松下し津名も日本末に敗されて、吉明のよりとされた。寛永8年、1631年、病を発し、9月12日に、江戸の桜田台で死去した。去年69、法名は、松江院伝修医、尺東予大前城門。麻布の全福寺で、ダビに付され、後に、遺骨は東本願寺大安病に葬られた。法名も昭法4年、 1647年に東本願寺保守、卓女によって三明院同与の武置と改名されている。大正六年、1917年11月17日、大正天皇が特使を持って、義明に十三味を追増した。義明の死後、家督は嫡男の秋成が継いだが、秋成が暗具なために、家老、堀門ラ一党が出奔して、 それを追悼するという事件が起こって、死闘を禁じた江戸幕府の介入を招き、元宝ののち死を立てて、加盟存続との裁定となった。しかし秋成が、性質をはばかって死息はないと頑固に主張したため、改役され、諸子の名友が、大見見なく地藩二万国に封じられることで名跡が保たれ。 加藤清正や福島正則らと共に静ヶ岳七本槍の一人として名を馳せた。武勇に優れ、かつ、冷静沈着な名称であり、親友の死と、その活躍ぶりを謳われている。土佐物語巻、第十七に記された逸話として、朝鮮出兵時、少数の船で攻め出ようとした際、諸将に意義が多く、同調を得られなかったため、 老いのかと健七とともに密かに手船に十艘ばかりで、向かう、朝鮮方の番船に気づかれ、多数の船に包囲され、弓を放たれ、死傷者多数の事態となり、吉明自身、矢を二三に立てられる。熊手で引き寄せようとするも失敗したため、老刀に対し、我を敵船に投げ入れろと言い、やっと番船に、家臣の花が万衛門ともども乗り込み、三艘を乗っ取る、ことに成功したと記される。 関ヶ原の前哨戦である岐阜城攻防戦では、井伊直政が、岐阜城など一気に、総勢めにして抜くべきと述べたのに対して、岐阜城は堅固な城。一気に抜くことなど、不可能で、せいぜい寝ごやを焼き払えるくらいだと述べて反対した。このため作戦をめぐって、口論となり、刀に手をかけるまでになったが、諸将が抑えてその場は落着した。 だが、吉明は、敵は守りを十分に固めておらず、一気に抜くことができると戦場を見て冷静に分析した。そして攻め寄せた、池田照正と福島正則によって、当軍はほとんど兵を損なわずに、岐阜城を陥落せしめ、諸将は、吉明の作戦能力を賞賛したという、真田造与の秋吉公判。河川改修による治水工事、追記や城下町の建設などにも、 力量を発揮した。愛媛県においては、現在でも松山城追記の評価は高く、吉明の牙に乗った銅像が混流されている。吉明は、真の勇士とは、責任感が強く律にな人間であると発言している。力が弱かったとしても、団結力と連携を活かせば恐るべき、抵抗力を発揮するから、との理由である。逆に、合決肌の人間は、勝っているときは、 調子がいいが、危機には平気で仲間を見捨てると手厳しい。花は直行との確執も、この人間間に起因している部分が大きい。吉明の家中では、槍の柄は、長短いズレであっても、かとされたが、槍棒の長さは4寸、約12センチと定められていた。つまり短すぎると、甲冑、具足を貫くことができても体にまで届かぬことがある、ため、 己を慎む者に失敗はない。何事にも慣れたつもりで、こうしゃぶる者は、必ず子存ずる者であると義明は常に言っていたと言う。加藤家は、平素からのしつけを大切にすることが、一旦急の場合でもまごつかず失敗せぬものとされていた、山が祖国の部下時期。寛大な一面もあった。義明は、南蛮都来の焼き物を多く持っており、その中に、 虫食い何番という小皿十枚の秘蔵の一品があった。ある日、客を共をする準備の最中に、吉明の金珠が誤って一枚を割ってしまった。それを聞いた吉明は、金珠を叱るどころか、残り九枚の小皿をことごとく打ち砕いた。そして言うには、九枚残りあるうちは、一枚誰が訴訟を、したかといつまでも、死の名を残す。家人は、我が死子であり、 いかに一品であろうとも、家来には変えられぬ。およそ、着物、草木、鳥類をめでる者はそのために帰って、手にを失う。主たる者の心得るべきことであると述べている、真田ダ与の秋吉公判。ある時、コシらラが、主君の不在を良いことに、いろり綿で火箸を火の中で焼いて遊んでいた。そこに、吉明がやってきたので、コシらラは慌てて、 火箸を灰の中に取り落とした。それを見て義明は、すでで色ろりに落ちていた火箸を拾い、顔色一つ変えず静かに灰の中に突き立てたという、真田造ゾの秋吉公判。ただし、島津義弘にも同様の逸話があるため、義弘にあやかった後世の創作である。可能性もある。逆に、島津川が義明の逸話を参考にした可能性も、考えられる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。